皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。夏芝です。それでは今回もウィール2020やっていこうと思います。今回はですね、見てわかるんでって思うんですけど見てわかると思うんですけどレジェンドガチャをね、15連引いていこうと思います。で、今回のレジェンドガチャにはね、トッティ選手がいるんですね。このトッティ選手 ST で総合値88ということなんですが、グランダーパス90、フライパス85、決定力86と、トッティ選手ね、もうレジェンド誰が来てくれても嬉しいんだけど、今回なんといっても中田選手がね、ヒデ選手がいるので、中田選手狙いでいきたいなと思います。あとはクリバリとか、ジェコとか、いるよね。あとインモービレだね。あとインシーニェ。まあインシーニェは FP 持ってるんですけど、サビッチ持ってるけど、まあチーディとかも。持ってるんだけどねいるので取っていきたいと思います。15連いきましょう。いきます。いっせーのーでドン。もうね、これは確実にレジェンド狙いですね。イタリアレジェンド来ないから金だね。いきなり金と。さあ、この方はジョルダン・ベレトゥ選手ですね。 CMF の方ありがとうございます。さあ、サクサクっと引いていきましょう。次2連だね。この方、ボックス2ボックスと、ほうほうほう。まあまあまあ、PKK が持ってるんですね。CMF の方、当たりました。ありがとうございます。では、2連目引いていきたいと思います。いきます。いっせーの、で、ドン。さあ、レジェンド、コズということですが、これはイタリアなので、ずっとイタリアですね。金と。これもしかして被った？そんなことある？あ、違う、ペレグリーナ。ペレグリーニだ。言えなかった。しかも、被ったと思ったけど、顔似てたな、ちょっと。一瞬似てた気がしたんだけど。どうなんだろう。そんなことあるって言っちゃったけど、被りではなく、ペテグリーニ選手来てくれました。ロレンツォ・ペテグリーニ選手。一回 FP かなんかで来た気がするな、この方。東目からの飛び出しと、中盤の方来てくれました。ありがとうございます。では3連目いきたいと思います。いきます。いっせーのーでドン。レジェンド来ないね。なんかさ、読み込み時間が長いとレジェンド来るのかなって思うけど、全然来ませんな。これ黒も来ないね。まず金がいっぱい来てくれる。そしてゴールキーパーというね、ローマのゴールキーパーの選手ですね、来てくれました。パウ・ロペス選手来てくれました。ありがとうございます。さあ、ゴールキーパーは多分使わないけど、金の選手が来てくれました。ありがとうございます。では続きまして4連目かな、引いていこうと思います。いきます。いっせーの、で、ドン。さあ、来ないですね。全然レジェンド来ないですね。やっぱり3人だからね、確率だいぶ低いし。まず銀だね、この方。アンドレア・コンティ選手、右サイドバックの方来てくださいました。ありがとうございます。黒ですらないという。さあ、サクサクって引いていきましょう。続きまして5連目ですね。いきます。もう3分の1終わっちゃうよ。いっせーの、で、ドン。レジェンド来ないな。レジェンド来たら3分の1の確率で中田選手だからめちゃめちゃ熱いんだけど、金来てほしいな。そして、銀玉ということで。全然黒すら来ないな。やばいな、これ。アマドゥ・ディアワラ選手、ローマの方来てくれました。ありがとうございます。はい、ということで続きまして6連目ですね。サクサクと引いていきましょう。いきます。いっせーの、で、ドン。レジェンド来ないか。くー、マジで中田選手欲しいなー。来てくれ、頼む。そして銀。黒すら来てくれない。黒が来てくれたらまだ熱いんだけどね。あ、マリオ・ルイ選手ですね。左サイドバックの方、ありがとうございます。この方、2019でも当たった方なんですが、ありがとうございます。はい、ということで続きまして、7連目いきたいと思います。いきます。いっせーの、で、ドン。ゴールド来ないね。悔しいな、なんか。7連目にして黒。黒が一人も来ないという。あ、来た、黒、ナイス。これ、クリバリじゃない？ナポリ。あれ？クリバリナポリだっけ？イエーイ！ありがとうございます。クリバリ選手来てくれました。ナポリだっけとか言ったけど、ナポリでしたね。よかった。淡い記憶が。
クリバリ選手、セネガルの方、ハードプレス、センターバックめちゃめちゃ強いからね、クリバリ選手。フィジカル95、ジャンプ87、スピード88とヘディング88、スペイン選手92、いや体がめちゃめちゃ強い、そしてキャプテン手を持っているというね、ありがとうございます。初黒が、このガチャの初黒がクリバリ選手でした。ということで続きまして8連目いきたいと思います。いきます、せーので、ドン。いやー来ないね、なかなかに確率低いんだな、やっぱり。てか8連目で合ってるこれちょっと怖いんだが、これもローマの選手ですね。金玉と、この方は24番、あ、アレッサンドロ・フロレンツィ選手、右サイドバックの方。フロレンツィ選手って聞いたことあるな。ありがとうございます。この方右サイドバックなんですね。スタミナ90、めちゃめちゃ高い。キャプテン手持ってる、アクロバティッククリアも持ってるということで、フロレンツィ選手来てくれました。続きまして9連目、そろそろ欲しいレジェンドいきます。いっせーので、ドン。いやちょっと読み込み長かったから期待したな。レジェンド来てほしいな、なかなか来ないね。そして銀玉15連して黒1連とかやだよ。ミランの選手ですね。テオエルナンデス選手、左サイドバックの方が来てくれました。ありがとうございます。はい、ということで次10連だよ。もういやー10連目にしてこないかな。いきます、10連目引いていきましょう。いきます、いっせーので、ドン。いや来ないね、マジで来ないね、やばいなこれ、えぐいですねこれは。15連玉の黒切った、ナイス。誰だい、これはユベントス、おっと、あ、アーロン・ラムジー選手、中盤の方来てくれました。ありがとうございます。そっか、イタリアだからユベントスもいるんだね、まあ、ロナウドはいなかったけど。さあレベルは26まで上がると、2列目からも飛び出し、総合値85だね。ボールコントロール86、グランドパス86と、スタミナ90、そんなに強くはないかもしれないけど、ユベントスの選手来てくれたのは嬉しいですね。キャプテン手持ってるということで、2人目の黒玉の選手はアーロン・ラムジー選手来てくれました。ということで11連目引いていきたいと思います。いきます、いっせーので、ドン。きっとレジェンド、中田選手来い、中田選手頼む、中田選手来い、日本人、日本人、マラドーナは持ってるぞ、マラドーナは持ってるぞ、マラドーナは持ってるぞ。はぁ、あ、はぁ、あ、じゃないんだけどね、めちゃめちゃマラドーナ選手強いんだけど、だけどっていうね、持ってるんだよなぁ。2人目来てくれた、ありがとうございます。めちゃめちゃ強いんだけどね、いやマジか、3分の1の確率でマラドーナ選手を当てていくという、一番強い選手なんだけど持ってるっていうね。中盤じゃないの、やシティだね。いやでもね、総合値はめちゃめちゃ高いし、97で、しかもレベル1で97だからね。これでもやっぱ数値見るとめちゃめちゃえぐいぐらい強いですね。ドリブル99と、レベル1でカンストしちゃってるからね、えぐいぐらい強いなぁ。まあ、数字だけで見るとロナウド以上ですよね。それでもやっぱり被っちゃったねそれだけだなぁ、マジで来てくれたのめっちゃ嬉しいけど、くー、でもあれだね、確定じゃないわ、レジェンド演出見れたのは嬉しいですね。中田選手欲しいな、2019でも中田選手獲得できなかったんだよね。続きまして12連目いきたいと思います。いきます、いっせーので、ドン。さあさすがに来ないよな、2連チャンでは。いやーマジかー、ちょっとショックだな。ショックとか言っちゃダメなんだけどね、めちゃめちゃ強いし。木の選手、この方ナポリの選手ですね。誰だい、7番、ホセ・カジェホン選手、右ウィングの方来てくれました。ありがとうございます。はい、ということで続きまして13連目でございます。あと3回しか引けないよ、頼むぜマジで。うわー悔しいな。いきます、13連目引いていきましょう。いきます、いっせーので、ドン。来ないなー、マジで。レジェンド演出かっこいいから浮かれたな、ちょっと。金の選手、この方は誰だ、どこだ、これは。
ドメニコ・ベラルディ選手、サスオーロの選手ですね。ネギリングの方、来てくれました。はい、ということで、14連目、引いていきましょう。あと2回、ヒデ選手、来てください。いきます。せーの、で、ドン！来ないかー。15連目にして来てくれないかなーして。くー。白と、白じゃない、しかも銀だね。銀かー。この方はアントニー・バラーク選手ですね。 CMF の方来てくれました。ありがとうございます。それでは記念すべき15連目を聞いていきたいと思うんですけど、15連目毎日できてほしいな。レジェンド頼む頼むぞ。行きます。せーので、ドン！来ない。くー、せめて黒来てくれ。マジで頼むぞ黒。いや、銀かーい。ミランの選手、銀かーい。はい、アレクルニッチ選手来てくれました。ありがとうございます。いやー、マジかー。15連してレジェンド1人、あの1人出てくれただけだいぶ確率は低いのでありがたいんですけど、その中でもまさかのさらに確率の低いマラドーナ選手を当てるというね。これ私マラドーナ持ってなかったら飛び跳ねてましたね。はい、ということで以上で終わろうと思います。残念ながら中田選手引けなかったんですけど、皆さんはどうでしたか？どれぐらいかけて中田選手取れたか、よかったら教えてください。はい、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまたね。